こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミは伊藤健太郎さんの不起訴のニュースの続報を取り上げてみたいと思います。昨日、あの速報という形で勝手に予想した。内容においては不起訴と言っても嫌疑なし嫌疑不十分。起訴猶予というものがある。起訴猶予はもう立件されれば有罪。だけど諸事情で不起訴にするという内容。 それかなと思いましたが、詳細がわかりましたので。訂正と追加のご説明をさせていただきます。あの今回伊藤健太郎さんの逮捕容疑というものが二つありました。一つは事故を起こしてしまった過失運転致傷というもの。そしてその場で救護せずに、まあ逃げてしまった、去ってしまったという引き逃げ。道交法違反、その二つがあったんですが。過失運転致傷の方は。 まさに起訴猶予被害者の方との示談があったがために起訴しないっていう特別な配慮起訴しない不起訴ではありましたがもう一つの方は起訴猶予でではなくて権威不十分という形でありましたこれはひき逃げというものがまあ救護せずに逃げちゃうことなんですが今回のケースでは百数十メートル行ったところで目撃者が追いかけてきて説得した。 そこで悔い改めすぐ戻ったということですのでこのひき逃げのいわゆる範囲というものの立証が難しい立件が難しいと判断され権威不十分ととなったということでありましたこの点あの交通事故の方は誰でも起こし得てしまうことで一番ダメなのはひき逃げ逃げてしまうことが許されないことこの交通事故の方は被害者の方が許す反省を受け入れるっていう形であれば不起訴になりうるんですが。 この引き逃げというものは社会のルール交通ルールを守らないことなので被害者が許しても立件されてしまうってことがあり得ることなんですがそちらの方がいわゆる権威不十分で不起訴になったということが全体が不起訴になったことの大きな要因ということが分かりました被害者の方が許すという温かい心そしてご本人が俳優としてまた復帰頑張っていきたいという思いがあられるとのことですので いかなる活躍を今後されていくのか注目をしてみたいと思います本日の予告名ゼミは以上です